民主党代表代行の長妻昭さん、よろしくお願いします。日本を憂える皆さん、こんにちは。民主党代表代行の長妻昭でございます。連日安全保障特別委員会、私もメンバーでございまして頑張っております。こちらには辻元清美さんも来られて大活躍。民主党は7人の特別委員会のメンバーで今徹底的に審議をしているところであります。今世界の情勢が変わりつつある、日本を取り巻く環境も変わりつつある、我々もそう感じております。だから自衛隊法を改正をしていく、領域の警備を万全にしていく、こういうような法改正は我々も必要だと考えております。ただだからといって地球の裏側まで要件が整えば自衛隊と米軍が武力行使をできる、集団的自衛権を際限なく行使できるというのはどう考えてもおかしい、我々はそう考えているところでございます。一つは政策論としても、果たして政府は集団的自衛権歯止めはきちっとあると言っておりますけれども、我々が国会質疑で確認した限りは歯止めはほとんどありません。そしてもう一つ、自民党は安全保障政策は政治家が政策で決める、こういうふうにおっしゃってる。私はその前提を忘れてるんじゃないのか。憲法の範囲内で政治家が決めるんです。憲法の範囲を超えて政治家は法律を制定しちゃいけない、ここまでも分かることだ。そして私が非常にこれは悪しき前例を作りたくないと思っておりますのは砂川判決でございます。東京立川市の砂川で起こった事件、昭和34年でございますけれども、あの判決は米軍駐留が憲法9条第2項に該当する戦力となるのかどうかが争われたわけで、米軍基地は戦力とは見なさない、合憲である、これが判決の全てであります。どこをどう読んでも集団的自衛権の行使要因を我が国が認めている、そういうことは読めません。この砂川判決を錦の御旗として唯一の最高裁の判決だ、これが目に通るのか、こういうような言い方で政府自民党は憲法に合憲である、こういうことをおっしゃってる。しかしこれは皆さんもネット上で砂川判決をご覧いただくと、そういう趣旨の判決ではありません。これを撤回をさせる、砂川判決を前例として持ち出すことに、私は前例となることが将来の日本に禍根を残すというふうに強く感じておりますので、皆様と共にこういうおかしな解釈は撤回させないといけないと思います。そしてもう一つは、後半戦で安保法制の議論でやっていきたいと思いますのは、自衛隊の最高指揮官は誰か、その最高指揮官にその資質ありやなしやということなんです。自衛隊の最高指揮官は皆さんご存知ですか、安倍総理大臣そのものであります。戦争、間違えた戦争をするかしないかはその最高指揮官が防衛出動を命令するわけでありますから、70年前の戦争の反省や教訓を正しく胸に刻んでるか否かによって、間違えた戦争をするかしないか、この資質も大きくこれ問わなきゃいけないと思っております。日本は先の昭和の戦争、15年戦争と言われるその始まりは友情港事件、南満州鉄道爆破事件、謀略でした。ほとんどの新聞記者は謀略に気づいていたけれども報道しなかった。日本国民は戦争が終わってから初めて謀略に気づいた。そして満州事変が起こった。昭和8年の4月から
日本の教科書がどん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 軍国化していった。昭和8年に国際連盟を脱退した。どん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 坂を転げ落ちるように日本が安定していったわけであります。日本という国は情報を制限をして空気さえ作り上げれば皆様をぐーっと一つの方向に持っていくことができる70年前の戦争の反省です。ポイントオブノーリターンという言葉があります。この時点まで地点まで行くともうどうあがいても後戻りできない地点がある。私はその地点に近づいているんじゃないか、強い危機感を持っております。ぜひ皆様と共にこの安保法制をもう一度出し直させる、そして憲法に合憲だというような砂川判決を持ち出していることを撤回させる、そしてやはり人道支援、そして日本の周辺は現実的に、遠くは抑制的にという我々の政策をもう一度政府にぶつけていく、まあ、そういうことで皆様と共に日本がおかしくならないように戦っていきたいというふうに考えております。ぜひ明日もまた午前10時から5時まで安保法制の委員会が開かれます。おかしな答弁があればきちっとそれを訂正させて止めていく、まあ、こういうようなことで一歩一歩この法案のおかしさを世の中に明らかにしていきたいと考えておりますので、皆様からのご意見ご指導もいただければと思います。どうもありがとうございました。